皆様ごきげんよう、ユーランドです。金曜日の日経平均先物ナイトセッションは3万600円で引けています。大引けから440円下落しています。まずは現物のチャートを確認すると、昨日金曜日は大幅に反発上昇していましたので、ご覧のような陽線で青の5日線もわずかに上回っていました。しかしナイトセッションでこの白のラインまで下落してきているので、金曜日の安値が3万687円ですから、そこから80円ほど下まで下落しています。なので今のところ来週月曜日ですね、少し窓を開けてギャップダウンして始まる可能性が高い状況です。切り替えてここから日経平均先物冷やしチャートを確認していきます。金曜日は陽線で5日線を超えていました。現物と同じですね。でナイトセッションがこの陰線で再び5日線を下回っています。このローソク足確定するのは月曜日の大引けです。金曜日の始め値が3万540円だったんですね。でナイトセッションで3万600円まで下げていますので、行ってこいの状況ですね。で一番下の赤の200日移動平均線に再接近して、あと300円ほどでタッチする位置まで下落しています。続いて日足のボリンジャーバンドです。10月の20日以降ですね、黄色のマイナス1シグマに沿った下落が続いています。25日移動平均線乖離率はマイナス 3% です。でまだ記憶に新しい10月4日投資の日ですね、この時はマイナス 6% まで急落しました。下落の目安である下の赤のボリンジャーバンドマイナス2シグマを一気にご覧のように下に抜けていました。で過去にもですね、ここまで極端に下に抜ける時もまれにありますけれども、ご覧のようにマイナス2シグマにタッチ、あるいは少し下に抜けてから反発してくるという流れがあります。今回に関しては10月4日からまだあまり間が空いていないわけなんですが、再びこのマイナス2シグマにタッチしてくると、今度はですね、計算上3万円を割れてしまうというのことが推測されます。日足の QRC です。下落のピンクリボンが続いています。で下の MACD ですね、ヒストグラムを確認すると、非常にボラタイルな相場なので、ピンク赤ピンク赤ということで、また再び赤が出ているという状況です。続いて日足の HRC です。 QRC と同じく下落のピンクリボンが続いています。で今回の下落ですね、10月12日の3万2660円が高値で、そこからローソク足11本で2200円昨日の安値までですね、下落しています。で、値幅は前回の方が大きいんですけれども、前回は3150円という下落局面がありました。ただローソク足の本数を見ると、前回13本、8月の下落局面は12本、で7月は6本ということで、日柄的にはそろそろ反発に転じてもおかしくないということは言えるんですけども、気になるのは下の黄色の虫眼鏡を取りますけれども、グリーンフラッシュですね、急落した時に点灯するサインなんですが、過去の今見てきたその下落局面ではいずれも一旦緑に点灯してるわけなんですけれども、まだ未点灯ということで、これがまだ下への余力があるかもしれないとということが推測されます。続いて短い時間の足ですね、4時間足を確認しておくと、昨日の高値3万1090円で一旦天井となって下落に転じているというのが確認できます。この水準ですね、価格帯別出来高を見ても、10月24日、23日、21日付近もやはり一旦天井で押されているというのが確認できます。上値重くなってくるラインです。で現状また再びピンクリボンになっていますので、もしかしたら3万円を割れる方向に向かうかもしれないということが推測されます。ただ3万円を仮に割れたとしても、そこからさらに下に行くというよりは、3万円割れたことによって再び
反発して3万円を超えてくるという流れの方がイメージしやすい展開かと思います。それはですね、この後を確認する S&P500 のチャートなどもまだ確かに下げそうなんですけれども、一旦は反発しそうな形状になっているというところ、この後見ていきたいと思います。で、まずはブルームバーグの記事ですね。昨日東京特部の CPI が発表されていて、事前予想、市場予測よりもインフレが加速していた。そのため31日火曜日ですね、日銀の会合がありますけれども、政策修正圧力になっているという記事が出ています。今回は現状維持という可能性がエコノミストの見方では一番高いですけれども、少しでもですね、何か高波の変更があれば大きく影響するかもしれません。続いてアメリカ市場ですね。昨日は PC デフレーターが発表されています。事前の市場予測とほとんど変わらない結果になっています。その後に発表されたミシガン大消費者信頼感指数ですね、こちらに関しては1年先インフレ期待が速報値や事前の予測より上昇していた5月以来の高さということになっています。ただ PC もこのミシガンにしても、これによってそんなに株価が急落したってわけではないんですが、結果的にニューヨークダウは300ドルほど下落して引けています。で、 S&P ですね、500も続落して、7月の高値から下落率が 10% を超えたということで、調整相場入りというのが言われていますね。 S&P500 の冷やしチャートをチェックすると、7月27日の4607ポイントというのが一旦天井となって、この時ベアリッシュエンガルフィング点灯しています。ここからすでに 10% 以上下落しています。で、長期戦の200日線ですね、日経平均まだギリギリ守っていますが、 S&P500 は200日線から陰線が3本連続しています。で、ただですね、先ほど少しお伝えしたんですが、さすがに行き過ぎ感は感じ取れるんですね。それはですね、まずこちらの200日線乖離率を確認すると、この見方に関しては日経平均の25日線乖離率のようにですね、この下のマイナス2シグマに来なければ反発しないというわけでは全くありません。今直近で見ると3月13日ということは、ここ今年の SVB ショック局面ですねの200日線乖離率よりは今下に来ています。ただですね、去年の12月22日年末、日経平均も安かったところですが、厳しい局面や10月13日、ここも日経平均は10月3日がそこでしたけども、の局面に比べたらまだ上に位置しているということになります。で、乖離率だけでは何パーセントで反発するかっていうのはもちろん確認できないので、オシレーターインジケーターみたいんですね。今のこのストキャスティクス RSI です。もうすでにですね、一番下のゼロのところに張り付いている状況です。で、先ほど200日線乖離率で見たところ、SVB ショック局面や昨年の年末局面をチェックすると、同じようにゼロ付近まで張り付いてから反発しているという、同じような状況になっているというのが確認できます。で、ストキャスティクス RSI って結構すぐにゼロラインまで来てしまうので、通常の RSI もチェックしたいんですね。で、通常の RSI が現在29まで下落しています。で、こちらに関してはさっき200日線乖離率で見た SVB ショック局面、昨年末局面、昨年10月局面よりもすでに下落しています。直近の10月4日局面と同じ水準まで行き過ぎ感、売られ過ぎ感が来ているので、週初のですね、月曜火曜にいきなり反発してくるかというとそれは分かりませんけれども、アメリカの場合は1日の水曜日が FOMC ですから、例えば仮に月かさらに下落していたとしてもですね、さすがにこうイベント通過による悪抜け感のようなもので反転してもおかしくないのではないかと、まさか利上げとかはしないと思うんでね、反転してもおかしくないのではないかというところまですでに売り込まれているというのが確認できます。それが日経平均もですね、3万円を割れたとしてもそこから2万9000も割れていくような展開にはならないのではないかと推測している理由の一つになります。
あとこちらもプラス要因かと思うんですが、米ドル円の冷やしチャートです。昨日大引け後の動画で見ていただいた時もすでにベアリッシュが出ていましたが、その時よりさらに下落して一目均衡表転換線も下回って149.59 で引けています。本来は円高ドル安というのは原則日経平均にはマイナスですけれども、まあ現にナイトセッションで下がってるというのはありますが、今のこの150円を超えてしまっているような円安水準においては、その常に介入懸念において日経平均を下落させる圧力になっていた部分はあると思いますので、まあ、来週以降またどちらに動くか分かりませんが、一旦この天井サインが出て149円台になってきているというところは、今の水準に関しては円高ドル安の方が日経平均にとってはプラスではないかという状況になっているドル円ということになります。前半でお伝えしたように31日の火曜日が日銀の金融政策決定会合です。で、翌日11月1日のアメリカ市場で FOMC の結果発表です。この日は通常の指標発表も非常にたくさんあって、 ADP 雇用統計、製造業 PMI、 そしてジョルズ、ISM 製造業景気指数があってからの FOMC ということで、まあ、このあたりですね、頭に入れておきたいポイントです。今日の内容は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。